僕の愛車はダイハツのオープンカーコペンのエクスプレイです。購入してから2年半経ちましたが、飽きるどころか軽快で楽しさを感じさせてくれる走りや、オープンでのドライブで得られる開放感と爽快さにどっぷりハマっています。今回はちょっと気になったコペンの燃費について少しだけお話しします。まずは僕のエクスプレイについてですが、2022年に新車で購入した CVT の標準タイプ、一切手を加えていない完全なノーマル状態。休日は頻繁にドライブに出かけ、1ヶ月2000キロ前後は走っています。ドライブの時はあちこち寄り道したいので一般道ばかりを走行、高速道路に乗ることは1年で2、3回。地方暮らしのため渋滞とはほぼ無縁で、信号も都市部ほど多くはありません。そんな環境でのエクスプレイの燃費は、エアコンを頻繁に使う夏や冬では1リッターあたり約18キロ前後、エアコンを使う機会が少ない時期では21キロ以上走ります。そんなエクスプレイで先日、高速道路は使わずに一般道のみを555キロ走行、その時の実燃費は自己最高の 24.6 キロでした。ネットなどでコペンの燃費についての書き込みを見ると、だいたい16キロから20キロぐらいのようなので、24.6 キロはなかなかいい数字だと思います。一般道では22キロぐらいが限界だと思っていたので、この燃費には正直驚いています。そこでふと思ったのですが、一般道のように信号で止まることがなく、ある程度一定の速度で走り続けることができる高速道路を長距離走行したら、完全ノーマルのエクスプレイはどこまで燃費が伸ばせるだろうと気になりました。そこで挑戦をしてみようかと思っていますが、なかなか時間の都合がつかないので少し先になりそうです。もし試すことができたらまた動画で報告したいと思います。あと自分もコペンに乗っているって方がいたら、どれぐらいの燃費で走っているかコメントで教えていただけると参考になるので大変助かります。ということで最後までご視聴ありがとうございました。